新聞発表。12月8日6時、帝国陸海軍は8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ。歴史的大発表は新聞通信社を通じて世界の隅々にまで電撃的に行き渡った。帝国の流体、東亜の後輩、まさにこの一戦にあり、1億国民が一切を挙げて国に報い、国に準ずるの時は今であります。発行を家となす公募のもとに、この陣中報告の大精神ある限り、英米といえども何ら恐るるに足らないのであります。勝利は常にニーズのもとにありと確信いたすものであります。東條首相、陣頭に立って聖戦完遂の決意を鮮明すれば、陛下の席士は宮城の前に聖樹万歳、公言必勝の祈願を捧げるのでありました。海戦壁塔、帝国海軍は西太平洋においてたちまち果敢な行動を開始、ミッドウェーを強襲し、ハワイを猛襲、アメリカ太平洋艦隊を壊滅せしめ、ウェイキ、ガムを爆撃、フィリピンを襲い、陸軍とともにマレー奇襲上陸を敢行、香港を空襲、上海、広東両疎開を敏速に接収、驚異的大戦果を獲得しました。